僕リコリコ面白かったな。敵トライガンもハマると思うぞに対するみんなの反応集。おもろいんだけど毎回しんどすぎて吐きながら見てる。助けてくれ。そいつは敵じゃない。漫画も読もう。スタンピードは急降下でぶん殴ってくるけど原作は上げてから下げるの連発だぞ。原作もいいぞ。3話で叩き落とされて1週間ずっと引きずったわ。見終わったら原作もぜひ。点々もいいぞ。ストーリーに合わせてエンディングが変わる演出とか結構こだわってるぞ。いいよね、口先だけの無双主義者。誰が好き？この人が好きでした。泣き。よりによってロベルトか。ロベルトは俺も好きだったよ、わかる。信じられるか、あのおじさん網折りなんだぜ。原作だと女体化してるって聞いたけどマジかよ。女体化っていうかまるっきり別人だよ。先輩じゃなくて後輩だし。ロベルトはいい先輩キャラだよな。劇場版か2期かわからんが続編はあると信じてるわ。デリンジャー片手に先輩として後輩ミリーを導くメリルが見たい。もう4人旅が見たかった。ロベルトは網折りキャラで原作には名前すら出ないぞ。メリルは保険屋で新聞記者じゃないし色々設定変わってるんだ。でも保険屋っぽいことあんまりやってないから、新聞記者に設定変更しても特に違和感ないのが面白いわ。